や本当に完成したんだなっていう気持ちで嬉しいですよね、すごくね。で今までほら自分が他の曲をカバーをして、これが今度 逆というか、他の方が私のね、あのボカロをカバーして、その小林幸子の歌ができるわけじゃないですか。まあ、初音ミクになったみたいな気持ちですよね。すごく嬉しいです。で私がボカロ曲をカバーするときにやっぱり一番手こずるのはブレスがない、ブレス、まあ、正直言って人間だったら、まあそうですね、テンポにもよりますけど、まあ4小節8小節っていうぐらい、それ以上は息をね、息継ぎしないと歌えないんですけど、本当に息継ぎしなくてもできちゃうんですよね今度ねそういう小林幸子の歌ができるってわけですから、不思議だなって言ったらすごく不思議です、うん、すごい楽しみです。だって小林幸子なんだけれど、私の知らないところで私が歌ったことがない歌がもう勝手にその人その人の、プロデュースでできるわけじゃないですか。これはね楽しみですよね。そんな小林幸子なんだ、楽しみっていうか変な気持ちだと思います、きっと。はあ、ありえるでしょうね。どうなっちゃうんだろう。え、それって小林幸子ボーカロイドを生身の小林幸子の歌、どう変わるんでしょうかね。それはちょっと興味ありますよね。やだな、ボカロの方が好きとか言われたら寂しいあ、でも全然違う歌い手なんですよね、きっと聞く方は。でも小林幸子の声なんですよね。もちろんね、私が作ったわけですから私の声なんですけど、違う人格。あ、いいな、私本当に変身願望すごくあるし、あ、これあ、すごい楽しみ。早く作ってください、どなたか。本当私それをカバーしますからわかく書いていただいてありがとう。でもあれ私ですから、あ、私ですから、間違いない、私かな私です。そうなんですよ。それでね、幸子、うん、まあ、私筆は好きですからこう書くんですよ。え、英語で書くの、英語で、え、筆でって、それでお願いします。私英語筆で英語書いたの初めてですね。そっくりで不思議だなって、そっくりですよ、ほら私が歌ったんですから。でもね、あのソフトのレコーディングの時はいわゆる歌とか音ということを取らないんですよね。あいまいとか、なんかそういう言葉なんですよね。だから歌を歌ったレコーディングっていう感じは全くないんですけど、だから喋ってることと歌ってることの中間みたいな声を出さなくちゃいけなかったから、結構普通のレコーディングよりも、ハードでしたね、うん、小林幸子です。私の声で作ったボーカロイドライブラリー幸子ができました。どうぞ皆さん、いろんな音楽を幸子で歌わせてくださいね。楽しみにしてます。